謎の多いハッカー集団アノニマス。彼らは一体何者なのでしょうか。今回はアノニマスの始まりとその活動などについてまとめていきます。現在では世界でもすっかり有名な存在になったアノニマスですが、発祥となったのはアメリカの匿名画像掲示板4ちゃんでした。もともとは4ちゃん内で画像を投稿していた人物がギリシャ語で匿名を意味するアノニマスと名乗っていたところから始まります。その中で徐々にアノニマスという言葉が浸透していき、いつしかこの名前をハッカーが使うようになっていきました。そうしてアノニマスは世界中に広がることとなったのです。彼らは仮想共同体や自由結社などといった名もなき個人の集まりとして存在しています。特に決まった団体などは作られておらず、多くの個人が自らの意思で活動に参加してきました。つまり自分がアノニマスだと名乗れば誰でもすぐにアノニマスになることができるのです。そうした形態をとっていたことから瞬く間に広がりを見せていったアノニマスですが、彼らには一つのトレードマークがあります。それはこの奇妙な仮面です。この顔は1570年から1606年までにかけて生きたガイ・フォークスという人物がモデルになっています。ガイ・フォークスはイングランド・ヨークで生まれ、カトリック側として80年戦争に参加した後に火薬陰謀事件を起こしました。火薬陰謀事件はガイ・フォークスがイングランド王のジェームズ1世を暗殺し、カトリックの国家元首に置き換えるという計画だったようです。しかしこの計画が実行に移されることはありませんでした。それもそのはず、計画が未遂のまま彼は逮捕されてしまったのです。逮捕後のガイ・フォークスは偽名を名乗り、共謀者の名前を徹底して隠していました。ですが最終的には無理やり計画の全容と共謀者の名前を吐かされてしまったようです。こうして計画の責任者という扱いになった彼は1606年に処刑されてしまったのです。最後には全てを白状してしまったとはいえ、それまでのガイ・フォークスは計画や共謀者のことを隠し通していました。そのような姿が匿名を意味するアノニマスと重なったため、ガイ・フォークスの顔がモチーフとなった仮面をつけるようになったとされています。またこの仮面以外にもアノニマスの存在を象徴するものの一つとしてエンブレムがあるようです。これはスーツを着た首なしの人間の頭にハテナのマークがついているものとなっており、指導者のない匿名性を表現しているそうです。アノニマスがネット上ではなくリアルの世界で抗議活動をするときにはエンブレムが刻まれた旗を掲げる姿も確認されました。そう、アノニマスには複数の抗議方法があるのです。その種類としてはデモ、情報公開、サービス停止攻撃、改ざん、特定、ツイート攻撃の6つがあります。そしてアノニマスの中には合法的に抗議を行う穏健派とサイバー攻撃を仕掛ける武闘派が存在しているのです。穏健派はアノンネットと呼ばれており、ガイ・フォークスマスクをかぶってはリアルの世界で抗議を行っています。これに対し武闘派はアノンオプスと呼ばれ、ネット上で攻撃を仕掛けることを主な活動としてきました。ここからはアノニマスがしてきた活動を見ていきましょう。アノニマスの活動1、サイエントロジーへの抗議。2008年、アノニマスはアメリカの新興宗教であるサイエントロジーへの抗議活動を開始します。始まりはサイエントロジーに関する動画が YouTube に投稿されたことです。これがサイエントロジーにとっては不都合な動画だったため、YouTube に対して削除を要求します。そんなサイエントロジーの動きに反発したのがアノニマスでした。彼らは動画の削除が情報の自由への侵害にあたるとし、サイバー攻撃を開始します。さらに現実世界でもデモが巻き起こりました。2月10日に行われたデモには世界93都市で7000人が参加したと言われています。この時アノニマスのメンバーがサイエントロジーから顔を特定されることを避けるために着用されたのがガイ・フォークスマスクだったのです。その光景はかなり異様なものでした。そのためこの一件によってアノニマスは一気にその名を広めることとなったようです。アノニマスの活動に、オーストラリア政府への攻撃。2010年2月、オーストラリア政府が打ち出したインターネット規制に対してアノニマスが反発し、サイバー攻撃を予告します。そして予告された時間である2月10日午前8時、アノニマスによるサイバー攻撃が開始されました。これがとてつもないもので、世界中からオーストラリア議会のホームページに毎秒700万回ものペースで DDoS 攻撃が仕掛けられていきます。この膨大なデータ量に耐えれず、ホームページはすぐさまダウンしました。また、オーストラリア首相のホームページは改ざんされ、関係者には抗議のメールが大量に送りつけられたようです。こうしたサイバー攻撃は2月11日の午前8時まで続き、それ以外にも数千ほどのシステムが攻撃に遭いました。
それらの総トラフィック量はあまりに膨大で、測定不能となっています。さらに、そうしたサイバー攻撃に付随して電話などによる抗議やデモなども行われました。アノニマスの活動3、アラブの春。2010年から2011年にかけて、アラブ国内でアラブの春と呼ばれる反政府デモが発生しました。これにアノニマスも加担し、8つの政府のウェブサイトを対象にしてサイバー攻撃を仕掛けたようです。アノニマスの活動4、HB ゲイリー社の計画を公開。匿名で政府、企業、宗教などに関する機密情報を公開するウェブサイトであるウィキリークスの信用を失墜させようと計画している組織がありました。それはセキュリティ会社である HB ゲイリー社です。同社の企みを事前に察知していたアノニマスは HB ゲイリー社の企業システムにハッキングを仕掛け、計画について書かれている E メールを世界に向けて公開しました。このことによって HB ゲイリー社の最高責任者は辞任に追い込まれています。アノニマスの活動後、セタスとの対立。2011年、アノニマスメンバーの仲間がメキシコの犯罪組織セタスに連れ去られてしまいます。そこでアノニマスは仲間の救出に動き出しました。10月6日、アノニマスメンバーは YouTube 上にセタスの協力者に関する情報を公開するとの脅しをかけます。これによってセタス側はアノニマスの仲間を11月4日に解放し、見事救出に成功しました。アノニマスの活動6、日本政府への攻撃。アノニマスは日本にも攻撃を仕掛けています。その目的は2012年6月20日に日本で可決された違法ダウンロードの刑事罰化に対する反発でした。アノニマスは違法ダウンロードの刑事罰化の可決から3日後の6月23日に日本政府への抗議を宣言します。そしてそれからさらに3日後の26日午前2時頃、アノニマスはツイッター上で始まりだとツイートし、財務省、自民党、民主党などの公式ウェブサイトを攻撃し、そのままダウンさせました。また、翌27日には日本音楽著作権協会のウェブサイトもダウンさせています。こうしたサイバー攻撃を受け、警視庁は不正アクセス禁止法違反の容疑で捜査を開始するとの発表をしました。アノニマスの活動7、北朝鮮へのハッキング。2013年、北朝鮮が人工衛星キャンミョンソン3号2号機を打ち上げました。アノニマスはこれを弾道ミサイル発射実験であるとして抗議活動を開始します。彼らは北朝鮮の対外宣伝サイトである我が民族同士をハッキングし、1万5000人分の会員情報を全世界に公開しました。アノニマスの活動8、アイシルへの宣戦布告。当時のアイシルは SNS などを利用して世界中から参加者を募っていました。アノニマスはアイシルのこうした動きに反発し、次のような宣言をします。我々はお前たちを追いかけ、アカウント、電子メール、個人情報のすべてを暴く。お前らはウイルスで、我々は治療者だ。これは事実上の宣戦布告でした。この言葉通り、アノニマスは数日間でアイシルに関連する SNS アカウントを次々と停止させていったのです。アノニマスの活動9、秘密結社 KKK の支持者を公開。アメリカにはクークラックスクラン、通称 KKK という秘密結社が存在します。KKK は白人至上主義団体であり、差別的な体制をとってきました。そんな組織でありながら秘密結社として素性を隠していることをアノニマスはよく思っていなかったようです。そこで彼らは2015年11月に KKK 支持者とする約1000人の名前を公表しました。その際、アノニマスが取った手法はハッキングなどではなく取材やデジタル諜報などといったものだったようです。そうしたハッキングやサイバー攻撃だけに手段を絞っていないところからも、アノニマスが名もなき個人の集合体だということを世界に再認識させました。アノニマスの活動中、Q アノンへの宣戦布告。Q アノンはアメリカ陰謀論の一つで、トランプ大統領が悪魔崇拝者の秘密結社と戦う英雄であるとしたものです。2018年頃からこれを信じる勢力が巨大化していきます。この勢力に対し、2018年8月5日にアノニマスは次のような声明を発表しました。断固として許すわけにはいかない。お前たちと一戦交えるつもりだ。覚悟しろ。証拠も何もなくても信じてついてくる愚か者だけが、お前たちの仲間だ。この宣戦布告を皮切りにし、アノニマスは Q アノンのツイッターフォロワーの個人情報を公開していきました。アノニマスの活動11、ミネアポリス警察へのサイバー攻撃。2020年5月25日、ミネアポリス近郊でアフリカ系アメリカ人の黒人男性ジョージ・フロイドさんが偽札を利用した容疑で警察に拘束されました。
その中で警察官がフロイドさんの頭を地面に押し付けた結果、彼は帰らぬ人となってしまったのです。この事件に怒りを覚えたアノニマスはミネアポリス警察にサイバー攻撃を仕掛け、事件に関与した職員の個人情報を公開しました。これらが主なアノニマスの活動です。いかがでしたでしょうか。個人の集合体である組織アノニマス。彼らはこれまで様々な活動を行ってきました。その正体は正義なのか悪なのか、今後の動きにも注目していきましょう。それではご視聴ありがとうございました。